本社が入居する、関西国際空港エアロプラザピーチアビエーション株式会社は、関西国際空港を拠点とする日本の格安航空会社である。ブランド名をピーチとしている、ANA ホールディングス株式会社の連結主会社。2019年10月に、同じ ANA グループ参加の LCC であった、バニラエアと経営統合したことにより、日本国内では、 最大規模を誇る LCC に成長した。2011年2月10日、A&F アビエーション株式会社として設立され、5月24日にピーチアビエーション株式会社に称号変更した。当初は、全日本空輸と香港の投資会社、ファーストイースタンインベストメントグループの共同事業として計画され、産業革新機構が資本参加している。 出資額の総計は、資本金と準備金を合わせて、約150億円で、就航開始後3年目での黒字化を目指すとしていた。2レターコード MM は、ピーチの和訳であるモ、桃モ。3レターコード APJ は、エアーピーチジャパンに由来する。桃色と紫色の中間色の風刺イ色を基調に、したデザインや、機内アナウンスで、関西弁などの方言が使われることもあるのが、 特徴的である。トータルブランディングは CIA が担当し、また、アドバイザーとして、ライアンエアーの元会長、パトリック・マーフィーを迎えている。物販店、北車バイ・ピーチ・ピーチの大株主である、ファースト・イースタン・インベストメント・グループの会長である、処理力は、2016年9月に、現在のピーチ・アビエーションの企業規模であれば、 単独での上場が可能との見解を示し、具体的な計画はこれからだとしつつ、香港、または日本の市場への新規上場による株式公開の実施を検討すると公表した。2017年4月13日、筆頭株主の ANA ホールディングスは、産業革新機構とファーストイースタンから一部株式を取得して、 出資比率を67%に引き上げ、連結し会社化した。2018年4月には、ANA ホールディングスの出資比率を77%に引き上げる。ANA グループの各社とは、コードシェアや、マイレージサービスの連携などは行っていないが、グランドハンドリングの委託や乗務員の訓練など、多方面においての協力関係がある。なお、その後、 2021年8月27日より国内線の一部便にて ANA とコードシェアを開始した。2018年3月22日、同じ ANA ホールディングス参加のバニラヤと統合することを発表。翌2019年11月1日付で統合を完了した。機体のデザインはニールディナーリによるものである。当面はオペレーショナルリースにより、 ナローボディジェット機10機について、メーカーとの導入覚書を締結しており、2011年11月4日に初号機を受領。2013年6月時点ではこのうち9機を受領。残りの1機については2013年下きに受領をした。なお、発足当初就航開始後5年以内に16機まで増強する計画とし、他、 CEO のインタビューでは2016年度までに16機から20機まで保有機数を増加させることが目標である旨を発言していたが2012年12月時点で2013年下期から2015年下期までに7機を導入し17機体制を確立する予定とした2013年3月に SMBC アビエーションキャピタルと2013年12月より2015年11月までの間にエアバスウェイ320から200シリーズ7機の供給を受けるリリース契約を締結した機内の座席は4号機から薄型のものに変更されている2013年7月30日に特別デザイン機としてまず8号機と9号機が期間限定でマルチクリエイターの ナイトールネのキャラクターをデザインしたラッピング機を投入後日7号機も同デザインを施した。2013年9月11日には篠田マリコとのコラボレーションを発表し9月28日には会社として公認の CA として限定的に定期便に登場することと 特別デザイン機を期間限定で運行すると発表し、後日愛称を公募で、マリコ JET として5号機に特別デザインが施された。10号機については、同年4月に仙台線が就航したことを記念し、機体の愛称を東北地方の小中学生から公募した結果、ウィングオブトホ北の愛称が付けられた。2015年に、 就航3周年にあたり井上新一 CEO は取材で今後の機材計画について2015年末で16機から17機と述べた長距離路線で燃料消費を改善する翼端のシャークレットについては環境を見ながら適切な意思決定をしていく我々が目指すのはコストが上がらない工夫その一点だと語りシャークレット導入が有効であるなら 採用する。コストが上昇するのに、盲目的には採用しないとの見解を語った。2015年6月16日パリで開催されたパリ航空省において3機のエアバスへ3 2 0から200を購入する契約をエアバス社と締結し、2016年以降順次受領し、2017年度末までに20機体制での運行を目指すと発表を。 これまでの17機についてはリースにて調達していたが、今回の3機が初めての自社購入での調達となる。2015年11月現在、17の機材のうち15機を5社からオペレーティングリースで調達しており、2機については当初オペレーティングリースでの調達であったが、現在は終了支持者保有となっている。2016年9月13日、 井上 CEO は2020年までに現在の17機の体制から35機から40機に増やしていくことを明らかにした。2016年11月18日、10機のエアバス A320 ネオと3機の A320CEO を購入する契約をエアバス社と締結し、2019年夏までに A320 ネオ初号機を受領。 既存の A320CEO18 機を更新すると発表した。A320NEO の導入は日本の LCC では初となる。3期の A320CEO は2018年度中に全期受領し事業拡大に使用する。井上 CEO は A320NEO はピーチに高い競争力をもたらす。と述べ、機材数は2020年に35機以上。 将来的には100機体制を目指す考えを示した。2017年7月、国土交通省航空局に機体記号の予約登録が JA850P まで2017年7月に申請されている。2018年7月17日に2016年11月契約された10機の A320 ネオの発注のうち2機が A321LR に変更される。2019年1月29日、親、会社 ANAHD は、ANA グループの LCC 事業を担うピーチの成長を支える主力機材として、自社発注とは別に A320 e o 18機も追加発注する。2019年6月18日、自社発注分、ネオ、LR の搭載エンジンを同社運用。 CEO と同じメーカーの CFM インターナショナルのリープ -1A エンジン導入契約を締結。2019年にバニラ統合によるバニラ運用機遺跡に際して対象機は塗装変更及び内装、操縦機器などをピーチ仕様に改装するため一時リース会社に返却されエアバスグループ系の整備会社にて数ヶ月間整備のため運用を離れることとなり 統合に伴う運休が発生していて、バニラ運用15機中12機を同年度内に回収、残り3機は ANA 返却を予定している。2020年8月に本発 CFM リープエンジンを装備した A320、ネオが、普通、トゥールーズで初飛行し、9月26日に引き渡され、9月29日に関西空港に到着した。 2021年12月8日、日本発エアバス A321LR を受領。同月20日に、関西国際空港に到着した。今後5機を受領し、2022年1月18日より、運航開始予定である。2021年10月31日、現在他成田目満別、釧路、長崎、大分、宮崎、鹿児島。 奄美関西目満別、釧路、新潟、長崎、宮崎、鹿児島、奄美 ANA カーゴとのコードシェアによって、順次以下の航空貨物取扱いを開始。大韓民国香港中国大台,台湾台北、桃園空港のピーチカウンター将来の、就航路線拡大構想については、代表取締役 CEO の井上真一が、メディアへのインタビューや、 記念式典などを理に触れて語っている。2012年9月、同年度内に大阪、関西発着の中華人民共和国路線開設の意向を示した。さらに福岡及び沖縄、那覇発着の国際線にも関心を示しており、2013年に沖縄、那覇から中国及びベトナム路線、2014年に福岡から韓国及び 中国路線の開設を検討している。2012年10月に就航した関西ナハの就航セレモニーでは、ナハ空港を関西国際空港に次ぐ第二の拠点とするとしており、2013年度から同空港発着の国内線及び国際線を展開していくとした。ただし、同空港の LCC ターミナル内にはシックが設置されていないことから、今後、 設置を働きかけていくとしている。2013年1月、同年秋から、那覇空港発着の国際線を開設する意向を示した。香港、台湾などを軸に検討するという。2013年2月、早ければ、同年秋から、就航予定の那覇空港発着国際線について、 東南アジアを検討していることを明らかにした。タイのバンコクやベトナムのハノイ、ホーチミンを軸に調整しているという。2013年6月、新石垣空港で行われた、石垣船の就航記念セレモニーの際、2013年季受領予定の10号機をもって、関西国際空港の中期能力の限界に達することに触れ、改めて、那覇空港、を 関西国際空港に次ぐ第2位の拠点とする意向を示した。2014年1月21日に同年7月に就航する那覇福岡旋回設置に那覇空港に機材を一気常駐させハブ化運用を開始すると正式に発表した。2015年1月一部報道で 羽田空港国際線の深夜早朝発着枠を使用した台北線就航の報道が出て、国土交通省は申請は出されていないが、個別案件には有効的に活用できるかどうかという観点から、検討すると、大田明弘国土交通大臣が会見で述べ、羽田国際線就航の可能性が挙げられている。2015年2月10日に、同年月ダイヤから、 成田空港から札幌、福岡へ就航し、成田空港を、関空、那覇に続く、第三の拠点として、機材を夜間中期できる拠点化を見据えて、成田路線の拡充を進めると発表を。2015年2月14日シンガポールで開催された、アビエーションフェスティバルアジア2015で、マカオ国際空港が、次期就航候補に、マカオが含まれていると公表し、 マカオ就航が検討されていると報道された。2015年2月に就航した那覇香港の就航セレモニーで、那覇からの国際先進路線は2015年度に計画していて、井上 CEO は、那覇からホーチミンやハノイ、バンコク、クアラルンプール、シンガポールなどに就航したいと述べ、片道約4時間以内で運航できる東南アジアの 都市への国際線を拡大する考えを語った。2015年3月に、井上 CEO は、仙台空港第三のハブ空港とし、2017年夏までに、複数の国内線及び国際線に就航する、計画を明らかにした。2016年9月14日に、上海市内で、井上 CEO は、中国東北部や、ベトナムミャンマー等の東南アジア方面へ、 就航していく意向を明らかにした。2016年10月20日、新千歳空港を第4のハブ空港として拠点化を発表した。中国や台湾、韓国への国際線や国内線、さらには道内路線の開設を目指していく予定である。2017年10月10日、新潟県知事の米山隆一が井上を訪問し、関西新潟線の新規就航を要請した。 要政会談は非公式であったが、米山によれば、井上からは前向きな反応があったしている。2017年12月6日、釧路市市長の海老名博也が定例記者会見で、ピーチが関西串路線の2018年夏からの開設計画を持っていることを明らかにし、定着に向けて市としての支援を検討することを発表した。この時点では、 ピーチ側は特別なコメントを発表していなかったが、12月11日付の日経新聞にて、井上が同新聞のインタビューで本路線の就航を認めた、旨の内容が掲載された。2018年8月1日、同日開設された、釧路線に関連して、道東地区の自治体市長らが、ピーチ本社を表敬訪問にし、目満別への就航を要請した。 この日は井上に代わり、副社長の森武明が応じ、前向きな姿勢を見せていると報じられた。2020年10月21日、ピーチアビエーションは10月21日、中部空港へ就航すると発表した。12月24日から、札幌線を1日に往復、仙台線を1往復運航する。中部では、第1ターミナルを使用し、将来的に、 LCC 専用の第二ターミナルへの移転も検討する。2017年11月現在座席販売については、インターネットによる予約、電話によるコンタクトセンターでの予約及び、空港カウンターでの販売に区分され、それぞれ料金が異なっている。受託種荷物については、飛行距離に応じて4段階に区分けされ、路線ごとに料金が設定されており、 一人5個までとなる。また、座席指定については、機内最前列、ファストシート、2から5列目のすべてと、12.13列の非常口座席で足元が広い、スマートシート、14から30列目の窓側前席に設定される、プレジャーシート、それ以外のスタンダードシートに区分され、それぞれ料金設定が異なっている。 ファストシート利用時のみ手荷物を早く受け取るための目印タグが付く。2021年5月18日から ANA のマイレージからピーチポイントへの交換が可能となった。ピーチの航空機と同じカラーで運行されている特別デザインの南海5万系電車機内食の1、例関西空港行きの機内でのみ販売されているピーチ、ナンバーキップ詳細は 公式サイトなどを参照。原則として飲料水を含め全て有料である。スナック菓子やパンなどは全路線で提供。ホットデリは大阪、関西札幌、新千歳線、沖縄、那覇線並びに国際線全線で提供している。ホットデリのメニューは2種類あり、季節ごとに入れ替えているほか、2013年の秋メニューに入れ替えの際に、 脂肪のお好み焼きの販売を開始するなど、既存店との協業によるメニュー開発も行われている。単品での販売のほか、食事と飲料をセット購入することで割引となるコンボメニューの設定もある。また、当該機材の当日における最終運行便の場合は割引販売が実施されることがあるとされる。モデルプレーンやキーチェーンなど、 ピーチ、オリジナルグッズの販売を行っているほか、地上交通のチケット販売に力を入れている。大阪、関西行の便では、関西空港から大阪市内へ向かう、南海電気鉄道の割引乗車券、ピーチ、南馬ップの販売も行っている。その他、京都まで、京阪電気鉄道、オキャットイコール鳥取の日本交通高速バスの乗車券、成田空港からの、 ザーアクセス成田及び京成スカイライナーと東京メトロ都営地下鉄の乗車券新千歳空港から札幌市内のバス乗車券ソウルの空港鉄道香港中心部業の乗車券の扱いがある自動チェックイン機関際国際空港搭乗券の下部には大きにお、臨時各空港とも追加で手荷物を預ける際の決済はクレジットカードのみで 現金での支払いはできない。以下、日本国内の航空機利用において、一般的な事例と著しく異なるものについて、説明する。2012年10月28日に共用を開始した、格安航空会社向けターミナルの第2ターミナルビルを利用している。同ターミナルは利用するピーチの移行により、過度な設備を廃するなど建設費の低減を重視した。 構造となっており、ボーディングブリッジは設置されていない。このため、ターミナル前に中期した航空機との旅客の行き来は、徒歩とタラップで行われる。特に後期の際、風で帽子やマフラーなどが飛ばされる可能性があるという注意喚起がなされる。なお、雨天時には、ターミナルと航空機の屋外同時に傘の貸し出しが用意される。第二ターミナルビルは、 関西空港に行き島に立地し、エアロプラザ1階のバス乗り場から、無料連絡バスで5分ほどかかる。空港へのアクセスの際、公共交通機関で、関西空港駅や第1ターミナルビルに到着する、バスを利用する場合は、連絡バスの利用時間を加味する必要がある。またターミナル内の構造上、到着時は、搭乗時に比して、館内の通行に時間を要する。 同ターミナル共用前の2012年10月27日までは暫定的な措置として国内線については搭乗手続きをターミナルビル内ではなく鉄道駅にほど近い複合商業施設のエアロプラザ2階に設置された同社カウンターで行っていた搭乗客はエアロプラザ2階でチェックイン手荷物検査保安検査などを行いその後1階のランプバス乗り場から ランプバスで駐機場に向かった。また、到着時は駐機場からバスで移動するのは、登場時と同様だが、エアロプラザではなく、ターミナルビルの北側にある、団体バス乗り場で下車し、受託手荷物の受け渡しも受け取り所のターンテーブルでは、なく、ここで荷物車から歩道に降ろして行っていた。また、国際線の搭乗手続きは、国内線とは違い、他社と同様に、 ターミナルビル4階のカウンターで行われ、保安検査、出入国審査、検疫、税関検査も同じく、ターミナルビルで行われたが、登場は、国内線と同様に、ランプバスで駐機場に向かっていた。なお、国際線についても国内線と同日をもって、第二ターミナルビルに移転し、第一ターミナルビルでの取り扱いは終了している。二0十六年十月五日以降は、 国内線、ターミナルビル1階の自社カウンターで、チェックイン、手荷物検査等を行っている。2016年10月4日までは、国内線第一ターミナルから発着していた。第一ターミナルには、自社で扱える手荷物検査機器等を設置していなかった、ため、手荷物検査は、ANA カウンターで行っていた。手荷物予宅の際は、 ピーチカウンターで係員から預かり証を受け取った後、ピーチカウンターの真向かいにある ANA カウンターに利用者自身が2札の付いた荷物を持参した。2012年10月18日より2019年3月18日まで全日本空輸の貨物ウアヤを改装した LCC ターミナルが共用を開始しており、ピーチアビエーションとバニラエアがこのターミナルに発着する。 ターミナル前に駐機した航空機との旅客の行き来は徒歩で行われる。なお、貨物地区にある LCC ターミナルへのアクセスは国内線ターミナルからの無料連絡バス、または指定レンタカー会社の送迎バスに限られる。国内線ターミナルからの所要時間はおよそ5分から10分かかる。現在は国際線も含めて全路線が LCC ターミナルから発着しているが、2014年2月9日、までは、LCC ターミナル内に、シック設備がなかったため、国際線ターミナルからの発着となっていた。現在は、新たに既存の旅客ターミナルに増築された、災内連結ターミナル内に、国内線、国際線もに移転し、LCC ターミナルでの運用は終了した。ありがとうございます。